本日は植え替えをしていこうと思います。だいぶ根が根付き出してきましたので、そろそろ植え替えのシーズンで、もうがっさりしてます。まあ全部はできないと思いますけど、やっていこうと思います。はい、こんにちは。今回は1年前に植え替えた寄せ植えですね。それが伸び放題になってこんな感じになってます。最初はこう綺麗な丸い形をしてたんですけど、だんだん1年ぐらいでこんな感じに、まあかなりみすぼらしい感じになります。もうこれを1回全部切り取ってまた植え替えたいと思います。はい、もうこんな感じで、もう土もカチカチですね。まあもう抜いてもいいぐらいですけど、キュッと。はい、こんな感じですね。まあミニベルとかなんで、ちょっとこういう細い根が生えますね。もうこのタイプのやつはもう根なくても大丈夫なんで、一回全部取ります。はい、一つ一つがまあちょっと分離しました。こんな感じですね。はい、こちらもカッチカチですね。で、虹の玉、まあこういうのもこれミニベルですけど、もう一旦出してまた綺麗にやっていきたいと思います。植物は葉刺してて、こうやってどんどん葉を落としてもこうやって葉がどんどん出てくるんですね。こういう感じで、これでどんどん増やすこともできます。まあ時間はちょっとかかりますけど、はい、こんな感じで、他の多肉を植え替えた時にこうやって余ったやつをこれを寄せ植えしていきます。まあもう結構成長してるこういうやつとかを使っていきます。はい、こんな感じでできました。